ちは。今日はキャンドルの燃焼の仕組みについて解説していきます。キャンドルを灯しているとその暖かな炎にとても癒されます。今では日常で使うことも多くなったキャンドルたち、動画で紹介するたくさんの作り方をマスターしていくといろいろなデザインのキャンドルが作れるようになります。今日は大切な基礎知識、燃焼の仕組みについてレッスンしていきます。ろうそくと調べると、より糸や紙をより合わせたものを芯にし、ろうやパラフィンを円柱状に成形して灯火に用いるものとあります。そう、キャンドルとは芯に火を灯して使うもの。日常で使うキャンドルもそうですね。ではなぜ芯の部分に火を灯すと燃え続けていくのでしょう。不思議ですよね。どんな原理で炎は一定の大きさでずっと燃えているのでしょうか。現代の照明器具がエジソンによって発明される前は、照明器具としての役割もあったろうそく。この燃え方の原理を知ると、原始的でシンプルだけど照明器具としてのすごい仕組みで作られているなぁと改めてろうそくのすごさを感じます。これから作る上で燃える仕組みは意外に重要です。なぜならば、火がうまくつかない、燃えてる途中で消えてしまうなど、作っている上でいろいろなトラブルが出た時に、燃え方の仕組みを知っているとどこに原因があるのか発見しやすくなります。なので燃える仕組みを理解して作ることをおすすめします。キャンドルは溶けたろうが毛細管現象によって上昇し気化ガスとなり、炎が継続するというシンプルながら非常に考えられた照明器具です。図を使って説明してみます。まずここの芯の部分ですね、ここは普段コーティングされているのですが、ここに火をつけます。そうすると芯自体が燃えていって、ここでちょっと炎が小さくなるんですが、ポッという音がして少し大きくなります。この時にキャンドル自体に着火したということになります。ここですね。まず芯が燃えてキャンドル自体に着火して火がポッとつきます。そうすると何が起こるかというと、この炎で温められたここのキャンドルのワックスが液体になります。この液体のことをプールと言ったりします。次にこのプールになった部分を芯が吸い上げます。液体は細い管を登ろうとする性質があるので、この現象は昔理科などで習ったことがあるかもしれませんが、毛細管現象といって、液体は管を登って上へ上へと行こうとします。その現象がここで起こっています。液体になったろうは芯が吸い上げられ、芯で吸い上げられて上へ上へと登ります。炎の中心のここの熱でろうが気化し燃焼していきます。そして6番ですね、炎が燃焼し尽くすとまた炎が下に下がっていって、ここのろうを溶かして液体化にして、それをまた吸い上げて、そんな形でくる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 と回りながらキャンドルも小さくなっていくけれども、炎は燃えていきます。ここにあるワックスを溶かして芯が吸い上げて炎にして燃えていく。ここのワックスを燃料にしてどん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 燃えていく。そんな感じでキャンドルは燃えていっています。炎をもう少し詳しく見てみると、外炎、内炎、遠心の3つに分かれていることがわかります。特に外炎が一番温度が高く1500度です。炎の A の断面図で切ってみるととてもよくわかると思います。また炎の明るさは意外に内炎の500度が一番明るくなっています。
ろうそくは外側よりも中心が一番明るいんです。先ほどの毛細管現象の部分の図を少し拡大して見てみましょう。液化したろうが毛細管現象で芯に吸い上げられ、炎の中心の熱でろうが気化し燃焼します。アロマキャンドルなどの匂いが空気中に漂うのもこの仕組みのおかげです。この図でわかるように、プール状になった液化したろうを芯が吸い上げる際に、この液体の中に不純物が混ざっていると芯の吸い上げが妨げられ、炎に燃料となるワックスが届かなくなってしまいます。ここでいう不純物とは、規定量より入れすぎた顔料や香料のことを言います。液化したろうの中にこのような不純物が混ざっていると芯に詰まってしまい、燃料がいかなくなり炎が消えてしまいます。キャンドルの芯はお辞儀をする形になっていて、炎の外炎の熱を利用して芯自体が燃え残ることなく炎の熱で焼き切っています。だから綺麗に燃えることができます。よくある質問で、キャンドルの芯以外でも大丈夫ですかという質問があります。次の図でわかる通り、キャンドルの芯以外はお辞儀をする形になっていないので、炎の一番高いところで焼き切られてしまいます。このため黒く残った部分が多く、それが液化したろうに落ちた時に灰色になり、とても汚い見た目になってしまいます。またすすもたくさん出ます。炎の仕組みを利用したキャンドルの芯はとてもよくできているので、キャンドル専用の芯を使うことをおすすめします。吸い上げたろうと燃焼のバランスを崩し、燃焼を続けると芯の先に炭化した炭のような塊、ウィッグマッシュルームができやすくなります。この場合、すすが多くなったり燃焼にも問題が出てきてしまいます。炎の熱を利用したキャンドルの芯はとてもよくできているので、キャンドル専用の芯を使うことをおすすめします。普段あまり考えることのないキャンドルがどうやって燃えているのか、その燃焼の仕組み、いかがでしたか？これからキャンドルを作る上で少しでも理解しておくと便利だと思います。本日もありがとうございました。また次のレッスンでお待ちしています。